ゆきです。こんにちは。今日も元気にレター講座、資産となるブログの作り方を始めましょう。今日はブログの揺るがない柱です。よろしくお願いいたします。あ、5回目です。あなたの資産となるブログを作るためには、まず土台をしっかり作る必要があります。大きな建物、建造物を支えるには、しっかりした土台が必要ですよね。ブログも同じなんです。ブログは、大きな建造物とは違いますけど、根底を支える土台が必要です。情報を発信する大元となる土台、これがしっかりしていないと、メッセージもどこかグラグラとして、読者さんへ伝わりにくいものになりがちなんです。ですから、揺らぐことのない強固な土台をまず作りましょう。で、土台を作るために意識すべきことがあります。それは、あなた自身のこと。自分がどんな人間で、なぜこのブログを運営しているのか。これをあなた自身の中ではっきりとさせることです。このはっきりした意識がブログを支える支柱になり、大黒柱になります。このはっきりした意識がないと、か細いものだったりしてしまうのもダメなんです。いくら情報発信をしていても、どこか内容が心もとないものとなり、読者さんの心に響かないんです。まずは意識をドーンと構えるだけでも、受け手である読者さんの持つ印象がガラッと変わるんです。で、はっきりした印象を読者さんに持ってもらうために作らなければならないものがあります。それはプロフィールです。意外ですか？ブログのプロフィールは自己満足のために作るものではないんです。読者さんへの最初に送るメッセージのつもりで作ってください。プロフィールであなたがどういう人間で、どのような価値観を持っているのか、これを伝えます。ブログであなたが読者さんに提供できる価値は何なのか、それもプロフィールで伝えます。セールスレターはラブレターという、第4回目の、レター講座で、商品のレビュー記事はラブレターであるとお伝えしましたよね。プロフィールであなたがどんな人であるのかをはっきりさせておかないと、受け手である読者さんは差出人がわからないラブレターを受け取ることになるんです。あなたも差出人がわからないラブレターを受け取ったら気持ち悪くないですか？はっきり言ってそんなものを読みたくないですよね。そのくらいプロフィールって重要なんです。だからアクセスされることも多いんですよ。自分は読者さんへどんな価値を提供できるのか、はっきりと意識した上で、ブログの揺るがない柱であるプロフィールを作るようにしてください。難しく感じるかもしれませんが、自分のことを書くわけですから、考えるより簡単です。大丈夫です。まずは手を動かして作ってみてください。作る前にたくさんのブログを見て回って、他の人がどんなプロフィールを作っているのかを見てみるのもいいですよ。勉強になります。その中でイメージがパッと伝わってくるプロフィールがあったら、真似っこして作ってみるのもおすすめです。素敵なプロフィールを作って読者さんに伝えてください。では今日はこの辺で。最後まで音声聞いていただきどうもありがとうございました。また次回お会いしましょう。